やってまいりました。平岸高台公園でございます。やった、来たかった。水曜どうでしょうの聖地ですね。ついにここからですね、親父サイコロの旅スタートしたいなと思います。すでにですね、第1投目サイコロは振っております。最初の候補地こちらです。ではここで視聴者の皆さんから募集しルーレットで決まった最初の候補地をお伝えしましょう。1、行き先が難しい群馬。2、かなり遠いぞ四国徳島。3、新幹線で行こう宮城仙台。4、これは近いお隣青森。5、大阪まで飛行機で行けば近い兵庫。6、景色が綺麗な山口角島大橋。そして出た目が4です。4、青森。南平岸駅から札幌市営南北線で札幌へ、札幌から特急北斗6号に乗り換え新函館北斗へ、そこから北海道新幹線へ乗り換え新青森。移動時間5時間41分。近いようで遠いお隣である。はい、ということでサイコロを振った結果青森となりました。なのでこれからですね、青森の方に向けて出発したいなと思います。そして再三言っている通り、こちらの旅企画は予算10万円ですので、これから行く交通費、食事代、宿泊費すべて込み10万円でゴールまで行きたいなと思います。もし仮にゴールできなかった場合は罰ゲームが待っておりますので。そしてこれが HTB から寄贈された水曜どうでしょうの記念碑ですね。平岸高台公園。ちなみに先ほどはですね、この上に、このカメラを置いて撮影しておりました。ということでこれからですね、最新の目的地青森に向かって出発したいなと思います。頑張っていくぞ。ここでね、マイクが入ってなかったんですが、なんと平岸高台公園に野生のキツネがいました。さすが北海道。そしてお見送りに来てくれたのかな、ありがとう。ということで札幌から新函館北斗まで、とりあえず北斗6号だけかなに乗っていきたいなと思います。その後新幹線ですね。これだ、特急北斗6号ですね。8時32分発、現状まだ8時前です。はい、ということでこの北斗6号に乗って新函館北斗まで行きたいなと思います。なんか自由席あるみたいなんで、自由席でちょっと安く行きます。なんか癖でうっかりこれらを買ってしまったんですが、どう考えたらこれらもね、今回の資金から減っていくんで、715円分。この洗顔とかいらなかったかな。しまったら、まあ飲み物はいるとしてね、うっかりしちゃいました。北斗6号ありがとうございました。新函館北斗に到着しました。ここから新幹線はやぶさに乗り換えますね。そして新青森に向かいます。これですね、12時48分のはやぶさに乗ります。じゃあ乗り込みたいなと思います。お昼ご飯はこの帝のカニ飯ってのにしてみました。そして夕張メロン熟し棒、美味しそう。いただきます。おお、めっちゃ美味しそう。はい、新青森に到着しました。じゃあ一回改札出て外で次の目的地決めたいなと思います。すごい、ミニねぶた展ってのをやってますね。それでは視聴者の皆さんから募集しルーレットで決まった第二候補地をお伝えしましょう。1、行き方がわからない山梨甲府。2、難易度高め四国香川。
3新幹線で行けるね群馬。4これは厳しい新潟佐渡島。5かなり内陸長野松本城。6一気に日本海側新潟。そして出た目がまた4です。4ってどこだっけ。佐渡島。4佐渡島です。新青森から東北新幹線はやぶさ36号で大宮まで、大宮から上越新幹線トキ341号に乗り換え新潟へ、新潟からは佐渡汽船ジェットフォイルに乗り佐渡島へ。移動時間約6時間。最も厳しい目を引いてしまった。ですね、とりあえず新潟まで今日は行きたいなと思います。佐渡までのねフェリーがもう今日はこの到着時刻じゃ終わってしまっているので、とりあえず4時17分発の新青森で大宮乗り換えの新潟、夜9時3分到着ですね。1時間以上ちょっと時間があるので、ちょっと青森の方に隣の駅なんで行ってみたいなと思います。3番線から15時31分の青森の駅の一番近くにあるですねこの煮干しラーメン屋さんに来たんですが、残念ながらこの時間帯やってないみたいです。残念すぎる。わざわざ来たのに。駅ビルとかにねラーメン屋さん入ってればいいんですけどね、残念ながら入ってないみたいなんで仕方ない ね。なんかすごくかっこいい建物があると思ったらねぶたの家っていうらしいですね。なんか資料館みたいなとこかな。そしてちょっとこっちに行くと浜と海になってますね。ここはなんて言うんだろう、津軽湾じゃないな、何湾っていうんだか、ごめんなさい勉強不足でわかんないんですが、いやーそれにしても暑いです。はい、スタバがあったんで急遽青森のフラッペチーノを購入しました。ジャワメクリンゴストロベリーフラッペチーノっていうみたいです。いただきます。おほほほ、おいしい。あ、リンゴとストロベリー、いやめっちゃうまい。これ降りのお客様はお忘れ物のないよう。さあ、やばいやばい。ありがとうね。ということで16時17分のこのはやぶさ36号、東京行きで大宮まで行きます。とりあえずね、で大宮から乗り換えです。またここに戻ってきましたね。いやまさかまたはやぶさに乗るとはな。はい、では新潟に向けて出発したいなと思います。8号車8番だった。はい、大宮に到着しました。これから上越新幹線に乗り換えて新潟へ向かいます。19時17分トキ341号新潟行きです。これに乗ります。ギリギリだった。はい、ということで新潟に到着しました。現在ですね、9時5分ですね。それにしても疲れたね。今朝札幌にいたのに今は新潟です。移動したね。はい、ということで疲れたね。で一応明日、朝一で佐渡に行くんですけど、佐渡の予約がネットでするとですね安くなるということで、もうやっちゃったんですね。朝一で向こうに着いて、向こう9時5分に到着なんですけど、9時半の、ジェットフェリーでまた新潟に戻ってきます。ここで説明しよう。なるべく佐渡滞在を短くし翌日に第三目的地へ到着したかった私は、急遽ネットにいて最小滞在時間のチケットを予約。新潟港始発が7時55分発で、両津港到着が9時2分、折り返しの両津港発が9時半で、なんと正味28分しか滞在時間がなかったんですね。この短い時間でライブ配信ができる場所を探して、ルーレットを回して候補地を決めるサイコロを振る時間がない
って考えた私はですね、あえて前日の夜、新潟のホテルで第3目的地のサイコロを振ったのでした。では視聴者の皆さんから募集しルーレットで決まった第3候補地をお伝えしましょう。1、割と近いお隣岩手奥州。2、これは遠すぎる陸の孤島島根出雲大社。3、ついに来た九州長崎。4、やっぱり遠い広島原爆ドーム。5、なんとかなりそう富山。6、九州が呼んでいる大分。そして出た目が2番です。出雲大社。出雲大社だって。2、島根出雲大社。東京には入れない縛りを自ら貸していたため、この移動はこの旅の中で最も困難を極めるものになりました。はい、おはようございます。ごま酒が私の朝ごはんでございます。そしてこちらが昨日夜お酒買っちゃったんで飲んだカルピスサワーとジャガビですね。はい、ということで現在7時20分ぐらい、7時55分発のジェットフォイルに乗らなければいけません。あれ、あんま時間ないな、やばい。ちょっと食べて早々に行きたいなと思います。はい、ということでギリギリ佐渡汽船のターミナルにやってきました。このジェットフォイルに乗っていきます。ということで佐渡に到着しました。あと20分後にはまたですね、帰りの船に乗りますね。佐渡も暑いですね。暑いね、今日は全国的に暑いらしいですね。じゃあとりあえずお土産だけ買って帰りたいなと思います。あ、綺麗だね。また改めて行きたいな。めっちゃ綺麗やんここ。あ、また改めて行きたいです。乗り込みました。前日なかなか眠れず、ようやくジェットフォイルで固まった予定はこうです。まず新潟から上越新幹線トキ318号で高崎へ、高崎からは北陸新幹線白鷹563号で長野へ、長野からはワイドビュー信濃16号で松本へ、松本からはバスに乗車、17時30分発の名鉄バスで名古屋へ、名古屋からは東海道新幹線で静岡へ、静岡からサンライズ出雲で出雲市。なんと移動時間約24時間で大移動となりました。再び新潟港に戻ってきました。新潟からこの時に乗って、まずは高崎に向かいたいなと思います。はい、高崎に到着しました。ここから北陸新幹線乗り換えて今度は長野に行きます。 E7 じゃんね、久しぶりだ E7。 ということで長野に到着しました。この後は特急ワイドビュー信濃っていうのに乗って、松本の方に向かいます。いや疲れてきたよ、さすがにずっと乗ってんだもんはい、こちらがワイドビュー信濃ですね。指定席をこれは取りました。 D 側がいいっていうふうに教えてもらったんで。到着しました。でここからバスに乗って名古屋に行くんですが、よく考えたら今の信濃も名古屋行きだったんですよね。乗ってれば名古屋着いたんだよな。もうね、バスを取ってしまったんでしょうがないですね。ということで5時半まで時間があるので時間潰したいなと思います。なんかいいですね、
で歩道にこう水が流れててすごく綺麗。やってまいりましたよ、松本城。そういえばサイクロンの候補地にも松本城ってありましたもんね。ついでに来れちゃいましたね。おー、あれが天守閣ですね。素晴らしい。すごい、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。いいね。はい、ということでバスターミナルへやってきました。ではこれからバスに乗って名古屋に行きたいなと思います。ということでこのバスに乗ります。いよいよどうでしょうっぽくなってきた。高速道路へ入る。名古屋の名鉄バスセンターに到着しました。今夜9時10分ですね。ちょっとご飯食べてないんでご飯さらっと食べたいなと思います。21時50分発の小玉に乗って静岡に向かいたいなと思います。で静岡で0時20分かなんかのサンライズ出雲に乗り換えたいなと思います。本当は台湾ラーメンが食べたかったんですが閉まっちゃってました。全部残念。このお弁当も最後の一つでございます。あとなんか面白いのあったんでこれも買ってみた。いただきます。美味しそう。小玉港車内への危険物の持ち込みが禁止されております。静岡到着です。出雲が来るのが12時20分ですんであと1時間20分もあるんですね。なのでちょっとねシャワー浴びれるところに行きたいなと思います。ということで快活クラブっていうネットカフェに来ました。シャワー付きなのでここで50分ぐらい休憩したいなと思います。590円、めちゃくちゃ安かったな。会員登録本当はお金がかかるんだけどアプリをインストールすればタダということでそれでシャワーが浴びれたんで大満足です。では、もう間もなくサンライズ出雲来ると思いますんで飲み物と明日の朝ごはん買って乗り込もうかなと思います。はい、ということで間もなくサンライズ出雲やってまいります。で服着替えました。シャワー浴びて服バッチリ着替えました。はい、少しすっきりした。でもめっちゃ疲れてるからすぐ寝ると思います。来た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 。おお、これか。行きましょう。ということでここは私ののびのび座席でした。では出雲市に到着しましたので出雲大社に向けてまたここから30分ぐらい移動でございます。はい、すみません。はい、行ってください。川端で乗り換えてください。はい、はい、では出発でございます。はい、出雲大社前駅に到着しました。はい、それでは第一の鳥居から行きましょう。いや、暑い。はい、ということでこちらが第二の鳥居でございます。では入っていきましょう。はい、はい、そしてこちらが原江の社というところですね。まず最初にここで日頃の行いのですね身を清めるらしいです。払
原江の社でございます。はい、続いてこちらが第3の鳥居でございます。くぐらせていただきます。素晴らしい松並木、松の根の保護のため、参道左右をお進みくださいと書いてありますね。いや、すごく綺麗ですね。この手水舎で手と口をね清めたいなと思います。今柄杓が使えないと思うんでね、感染対策で手を洗って口ゆすぐ感じですね。はい、では第4の鳥居をくぐります。すごいしめ縄ですね。でもこれより大きいね、大しめ縄っていうのがあるらしいです。ということで、これが大しめ縄ですね。神楽殿にある大しめ縄、でかいね。こちらでお昼飯、お蕎麦いただこうかなと思います。さあ、ここ出雲大社で第4目的地のサイコロを振る前に現在の所持金を確認しておきましょう。なんと残り金額 13,984 円です。第4目的地はおじさま会ということで、このような候補になりました。1ジェットさん滋賀、2ニャーさん福岡、3オーシャン京都、4パポさん熊本、5はじめさん神奈川、6自宅に戻るゴールでございます。しかしながら現時点で4パポさんと5はじめさんは予算不足のため到着が困難、したがって4と5が出た場合は即ゲームオーバーでございます。ちなみに1から3が出た場合でも到着後資金が底をつけるためゲームオーバーとなってしまいます。私としては6を引くしか罰ゲーム回避の道がなくなってしまいました。ほい、さあ何が出たかな。3です。3オーシャンということでですね、サイコロの目3のオーシャンになりましたので、これから京都に向かって出発したいなと思います。また長時間移動だぞ、頑張るぞ。はい、再び出雲大社前駅にやってきました。次は30分後ですね。ありがとうございます。はい、特急やくも22号に乗ります。2時33分ですね。これで岡山まで向かいます。暑いね、本当外ちょっとだけで滝みたいに汗かきます。あ、もう来てました、よかった。ゆったりやくもって書いてある。私は自由席なので一番前かな。ということで、この列車に3時間6分乗ります。はい、岡山に到着しましたよ。ここから新幹線乗り換えて京都です。いよいよラストですね。はい、これですね、のぞみ48号東京行き、これで京都まで行きます。はい、京都に到着しました。ただ京都が第4目的地ではありません。はい、ということで第4の目的地オーシャンに到着しました。どうもです。ありがとうございます。わざ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 このためだけに来ていただいて。京都で会えるとは、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。